皆さんこんにちは、ローロチューブです。こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。本日は尾道店から、カスタム車の第1号のご紹介になります。では、全体をまず映しましょうか。はい、はい、はいはいはい、こんな感じの、M ハンドルの6速の、フェンダーレスですね。なんで M6E のフレームラッカーですね。今年のブラックエディションの新色になりますね。はい、でご注文いただいた時からすごいカスタムいただいてますので、まあ一つ一つ紹介していこうかなと思います。はい、はい、したらじゃまずハンドル周りですね。はい、この辺りは、まあ、標準のままになってます。はい、標準モデルですね。うん、でちょっと下がると早速いかついものが、うん、はい、ここですね。ヘッドパーツの王様のクリスキングですね。うん、ブラックにブラックのロゴの目立たないロゴの方を入れてもらいました。ブラックエディションなので、まあ、純正感残しつつカスタムということなので、はい、このカラーリングで入れてもらってます。うん、渋いですね。渋いですね。はい、でもうちょっと下に行くと、はい、もう定番の純正のライトですね。うん、ボルト400のキャットアイで横にブロンプトンのロゴが入ってます。うん、はい、これも尾道結構夜真っ暗で、うん、皆さんボルト400以上を買われていきますね。うん、はい、なんでまあブロンプトンにはこのライトおすすめです。バックつけた時も邪魔にならないのでしっかり地面照らせるのでいいですね。うん、はい、じゃあもうちょっと下でいくと、はい、これがまあフェンダーレス E タイプになるので必須のパーツ2つですね。はい、まずカラープラスから出てるケーブルのフェンダーのシールドですね。うん、タイヤ切った時にタイヤに当たらないようにしてくれる、はい、パーツになります。はい、でここは黒のところには赤を入れるっていうこの赤系暖色系を入れるっていうこだわりポイントですね。うん、はい、なのでもう一個下に下がると、はい、今度 E フック、これマルチエスの E フックになります。うん、フェンダーレスタイプ折りたたみするとちょっと斜めになっちゃうんですけど、このフックを使うとまっすぐきれいに立ってくれます。はい、ここも赤を入れてもらいました。うん、はい、フロント周りこんな感じで、あとヒンジですね。あ、そうや、はい、そうでした。ヒンジクランプはここですね。ブロンフィケーションのヒンジクランプセット入れてもらってます。よいしょ、こんな感じでくるくるくると回して必要最低限で開くっていう感じですね。うん、片方が長くなってるので、はい、非常に楽に折りたたみ組み立てできます。そうですね、はい、片方が長くなってますね、プレートが。プレートが、はいはい、長くて、こっちが短いになってます。はいはい、でここも、まあ、こっちはオレンジ系には赤が、あ、黒が入るっていうこの配色ですね。めっちゃバランスいいですね。ねえ、バランスいいですね、ほんまに。したら、センターラインですね。サドルもまだ純正ですね。はい。はい、まあ、カスタムすごい考えられてる方で、ゆくゆくはここにブルックス入れようかなっていう感じでご検討いただいてます。うん、はい、今後も楽しみな車体ですね。うん、はい、でちょっと下がってもらって、はいはいはい、シートクランプレバーいきますかね。はいはい、これは H&H の、セットになりますね。うん、はい、でこのリアフレームのフックもセットになってるものなので、はい、うん、これカラフルなので、まあ、これ今回黒入れてるんですけど、ワンアクセントに色を入れたりとかおすすめのポイントですね。うん、はい、やってます。で合わせてサスペンション、これ松村工機の、ハードタイプですね。はい、しっかりスポーティーに走りたいっていう人はこの松村工機のハードタイプめちゃくちゃおすすめですね。うん、はい、力が逃げなくなるので、うん、はい、めっちゃカッチリ走ります。うん、はい、おすすめポイントです。おすすめです。で今度はイージーホイール、はい、マルチエスのイージーホイール入れてもらってます。ちょっとちっちゃめの方ですね。純正のタイプと同じサイズ感なので、うん、純正を変えずにイメージ変えずにっていうカスタムはおすすめですね。うん、でワンポイントにここも赤が入っているので、うん、はい、めちゃくちゃいいですね。うん、で転がりもいいので、はい、こんな感じですね。え、かっこいいですね。したらで次リアライトいきますかね。うん、リアライトはここにこんな風に取り付けしてます。うん、キャットアイのラピッドミニですね。はい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 、こんな感じで、はい、うんうんうん、こう本来だったらリフレクターがつくところなんですけど、キャットアイから出てるマウントを使ってここにリアライトを取り付ける感じですね。うんうん、こんな感じで、うんうん、はい、明るいですね。はい、明るいです。
で、まあ、ちっちゃいので、まあ、シンプルで、はい、ちょっとしたカスタムですね。あとはキックスタンド、うん、はい、これ身の裏の身の裏から出てるキックスタンドですね。はい、こんな感じです。はい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 、今回ブラック選んでいただいたんですけど、まあ、シルバーもありますので、はい、まあ、車体に合わせて黒かシルバーか選んでます。やっぱキックスタンドあるとパッとパッとこう止めれるんで、うんうん、便利ですね。ですね。折りたたんでも特に違和感もないので、うんうん、はい、すっきりしてるんで、うんうん、これもつけとくといいかなと思います。はい。はい。はい、したら、はい、今回はこんな感じで、はい、したらおさらいだけやっておきましょうか。はい。じゃあハンドル周りはまだ純正ですね。はい、後々あのサドルに合わせてブルックスのレザーのものを入れようかなっていうのも検討されてます。うん、はい。でヘッドパーツですね、はい、はクリスキングのブラックにブラックのロゴの目立ちにくいタイプですね、うん、シンプルにおクリスキングだっていう風に、ね、なりますんで、うん、はい、めちゃくちゃいいですね。いいですね。でじゃあライトですね、はい、これはボルト400のブロンプソンの純正ライトですね。ロゴも入ってて可愛いですし、うん、しっかり明るいタイプです、うんうん、はい、でフェンダーレスなのでカラープラスのケーブルフェンダーですね、はい、はい、入れてもらってます、レッドで、はい、で、合わせて E フック、マルチ S の E フック、こちらもレッドで色を合わせて入れていただいてます、うん、はい、でヒンジパーツが、はい、ブロンフィケーションのヒンジクランプセットですね、はいはい、ブラックにブラック、うん、これも色が多くて、まあ、ブラックに真鍮ゴールドのタイプもあったりしますんで、うん、ね、逆に受けがシルバーのタイプとか、うん、結構選べます、うん、はい、で真ん中ですね。真ん中ですね。真ん中がじゃあ H&H、 あ、まあ、サドルですね。これはまあ純正のもので、はい、後々ブルックス入れようかなっていうところですね。はい、はい、したら下に下がってもらって、はい、H&H のシートクランプレバーですね、はい、でこのリアフックとのセットになります。はい、はい、とでサスペンションが松村幸喜のこちらハードのものになります、うん、まあ、ハードじゃ ないよなくていいよっていう人はスタンダードもありますので、はい、ご検討ください。はい、はい、でイージーホイールがこちらですね、マルチ S のイージーホイール、ちっちゃめの方のタイプですね、うん、純正感残してワンアクセントにこちらレッド、まあ、ブルーだったりとかっていうあの色はたくさん出てますんで、うん、はい、こちらもおすすめです、うん、はい、でリアライトが本来だったらリフレクターがついているところにキャットアイのマウントをつけてラピッドミニをこんな風につけてます、はい、そして最後にキックスタンドですね、はい、これが二の裏から出てるキックスタンド、はいはい、結構しっかり止まれるタイプなので安心感もありますね、うん、なるほどですね、はい、第1段階のカスタムでここまでしていただきました。ですね、本当ありがたいですね、はい、もう、はい、でゆくゆくはグリップだったりサドルだったりとか、BB だったりとか、そうですね、ハブも確か、そうですね、ハブも確か検討いただいてるので、はい、まだまだ楽しみな車体になってます、うん、はい、では今回はこの辺で、はい、はい、カスタム第1号車の、はい、ご紹介でした。はい、ありがとうございます。どうも皆様ご視聴ありがとうございました。はい、いいなと思ったらこれボタン、よろしくお願いします。お願いします。では本日は以上になります。はい、それでは失礼します。失礼します。ありがとうございます。